どうして w i f i ハンターになったかっていうとまあ昔から無線は無線系は好きだっただ、ね、その高校時代にあの警察無線とかあのいろんな短波だったりラジオだったりいろんなもの聞いてたりっていうのがあって無線とかラジオは昔から好きだったんだけどあの無線とかってこう魔法っぽいじゃん,こうなんか空飛んでる中にあるものを急になんかこう機械を使うと音になったりとか信号に見えたりっていう。 それがねすごい昔から好きだったね、であの w i f i 系のハッキングって初心者向けってよく思われてて、結構まあその業界の中でもまあバカにされがちなんだけれども、そのあんなもん、ガキがやるようなことだよ、でもね実はすごく奥が深いん、ね、いろんなことやり始めると。 で特に今なんか全部がこういろんなデバイスがオンラインになってくる中で、まあ、やっぱケーブル引くよりは無線のだろうってことだから、まあ、その今、w i フ f i 系のみならずだけど、まあ、いろんな無線通信系の技術を習得するにはすごくいい時期なのかなっていう気はするであの特に w i フ f i ハンティングの面白さってあの他のパソコンでできるような作業と違って実際に外に出なきゃいけない。 っていうのが俺にとっっってててはすごく面白いいのかなっていう,ふうに思ってるで実際にだから真剣にやるようになったのはもうほんとコロナになってからであのそれまでもまあそのウ g グルっていうアプリを使って、まあ、出張でいろんなところ行くこうとがあったからそこでこうちょっとやってみたりとか散歩があったりやってみたりっていうことはあんま真剣にはやってなかったけど、まあ、ちょこ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 アップロードデータをアップロードするようにはしてたんだ。 で、コロナになってそういう出張系が全部なくなってやることがなくなってでそしたら友達が糖尿病になってで、まあ、その糖尿病改善のために歩き始めたとでじゃあそれを応援してあげようと思って俺も、えーまあ、上げな歩きながらインスタで写真上げてあのジェイさん頑張ってるねと、俺も歩いてるよっていうのをやり始めたでそのうちそれが1時間だったり2時間だったりになってくるうちにだんだんこれなんか 他にやること欲しいなって思うようになって、で、じゃあ、そうだ、w i f i ハンティングをちょっとちゃんとやってみようと、で、まあ、その当時のランキング、世界ランキングでいうと、俺、1000何位とかだったと思うんだけどあの、年内にトップ100には入りたいなと思ってたので、えー、っと、まあ、9か月ぐらいかな。 かけて、えー、歩き始めてちゃんと真剣にデータをちゃんと取るようになってアップロードするようになってっつってで、えー、まあ,あの年内目標100位までは入るだで今多分ランクで言うと34位とか33位とか35位とかその辺りだと思うんだけどまあやっぱね100位以内はねあの競争が激しいんだよね割と真剣にやってるやつらが多いからあの 100位までは、まあ、時間かければいけるとは思うんだけどそこから先なかなか伸びるのが難しいんだけど、まあ、障害ランキングで30何位で世界3 0何位だったら丈等かなとは俺は思ってるんだけどあの面白かったのは要はそれをやり始めてからそのじゃあもっとこうちゃんと w i f i のデータが取れるようにってデバイスを作るようになったりとかじゃあこのデバイスが入るカバンがないからカバンをカスタマイズしたり作ったりとかっていうやり始めたりとか。 あとはじゃあどんだけ長いのができるかなって結局え結、ー、局去年か、えー、と100キロの小田原から神宮外苑まで行くエクストリームウォークに参加してそれも全部キャプチャーしながら歩いたんで1日24時間で100キロ歩いたっていう記録は俺が持ってるんだけどでまあそういうふうにそのどんどんそこからいろんな興味が発生してって、まあ、最近だとねあの インスタを見てもらえば分かるけど高レン <laughs> やったりとかあの友達に連れてってもらったりでいろんな山行ったりとかっていうするようにもなってまあそういうとこで去年で面白かったのは例えば富士山の頂上でウィグルやりたかったからっつって友達に頼んで富士山あの連れてってもらってあの浅間神社の,あの頂上の浅間神社あたりであのウィグルのアプリを開いてまあそんなそのなんていうのかポイントとしては低いんだけれども。 まあ一応日本最高峰の地点でもやってみたりとで結果的にだからやっぱ趣味がこう広がったよねでそれはやっぱりその w i f i ハンティングっていうそのコンピューターの世界の中なんだけれども独特な要素として外でやんないとポイントが稼げないっていうのがやっぱりあのもたらしたあの要因だとは俺は思っててでまあウイグルネットって僕らが使ってる世界で使ってる サイトがあるんだけどこれはもう世界ランキングの,あの一応基準となっててもちろんそうじゃない人たちもいっぱいいるんだけども、えー、そこでみんなこう自分でアプリを作ったりアプリをあのダウンロードして使ったりで俺みたいにデバイスを作ってデータアップロードしたりっていういろんな人たちがうおさをしながらあの何の,その,なんの金銭的なあれにはならないけれどもメリットにはないけれどもまあまあ,あの 世界ランキングって僕らは読んでてで、まあ、それがその夏夏デフコンの辺りで世界大会があったりとかなんかそういうそういうイベントがまあまあそれなりにあるし外に出ながらしてテクノロジー的なことをやりながら人と競うっていうのはこの w i f i ハンティングならではかなでやっぱあのやっててすごく面白かったのはそのルートを プランニンニグ歩い始めるっていうのはその同じとこ歩いても新しい点数稼げないよねだからどんどん新しい道を新しい道をってこう地図を見ながらあの本当になんか未踏方の山のルートを探すみたいなプロセスになってくんだけどそれを探しながらやっていくと二十何年間俺東京に住んでるけどまだまだ行ったことない場所もいっぱいあるなとか家のすぐ近くの裏道にこんなとことはこんなとこがあったんだみたいなそういう発見があったりとか。 あのすごく面白かったねあのもう圧倒的にコロナ前とコロナ後の俺の地図、まあ、今貼り付けとくけどあの見比べても全然違うだからあのやっぱり住んでる街を見るのにはすごく適してるのかな。で実際にあの キズメットっていうそのソフトを作ってるやつが計算すると,、えー、と w i f i の信号を拾うのに歩くスピードってちょうどいいぐらいなんだよね、車だと、ね、若干速すぎる、だから何度もこう往復しないと全部がカバーできないんだけど、歩くとその、まあ、チャンネルホップって言うんだけど、その無線が w i f i が、えー、と使う周波数帯があるんだけども、もそこをこうあの飛んで拾っていかなきゃいけないのね。 でそれをのす飛ぶスピードとキャプチャーする、捉える、ー、スピードがちょうどいいぐらいなんで、実は歩きながらとかジョギングしながらっていうのが、すごく向いてるスピードなんだよねっていうことが、まあ、理論上の数値では証明されてる、だから、でそう考えると、東京っていう場所だったら、まあ、日本は特にそのインフラが整備されてるから。あの すごく恵まれた環境にいるんだなと歩いてても安全だしあの w i f i いっぱいあるしってことを考えると、まあ、そのもっと日本勢が上にいてもいいのかなっていう気はするけどねだからなかなかやっぱりこう何それみたいな <laughs> あのね本当ねオリエンテーリングみたいな感じなんだよねなんだけどなんかもうちょっとマニアックな世界がそこにあって。 でもあの友達もいっぱいできたしようやくここ23年で日本でも世界大会にいろんな参加者が出てきてくれるようになったから、まあ、それをずっとこう自分ながらこう一生懸命せんなんうのかな布教してきたっていう自負はあるかもしれないけどあの今、ようやく日本がスタートラインに立ったと俺は思っててその競技人口としてね。 でこれから増えればもっと面白いことができるのかなってあの圧倒的にやっぱりアメリカで車でそのフルカスタムにしたその <laughs> 無線機いっぱい積んだ車で走ってる連中が今上位を占めてるんだけどまだまだ日本のメンバーがしかもそのなんいうのか別に車じゃなくてもいいと俺は思っててでそれがそのなんとかなうんとねなんとか。 ミニマリスト的なな Wi-Fi ハンンティングは面白くくってくる、ね、最初はだから俺もでっかい機械作ってでっかいリュックに入れてってやってったんだけどだん,だん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 それが削られてきてもう今は Android の携帯2個使ってやってるぐらいなんであのそ,そこのそのなんていうのかな登山とかなんかハイキングに似てるかもね最初いっぱいいろんなもん買うんだけどだんだんそれがこう減ってって なんかその自分が必要なものだけになってくるっていうそのプロセス自体もすごく楽しいしうん,なんかあのいろんなことを知らないと例えば長距離だったり長時間だったりっていうのができなくなってくるしデバイスを作るとなるとハードウェアだったりソフトウェアだったりっていうのが自分である程度理解してないとできないし。 それ以外に、じゃあとはその体を動かす栄養の話だったりとかじゃあ靴はどんなのがいいのとか洋服はどんなのがいいのとかバッグはどんなのがいいのみたいな、まあ、すごくそのやろうと思うとやっぱ奥が深くてあのいろんな趣味につながるあの楽しいスポーツだとスポ俺は本当にスポーツだと思ってるからあのもっとみんなが参加してくれればいいかなという気はするね。